地元茨城堀内昇選手です。前回のトリゲの優勝から、調子良さそうですね。はい、調子は引き続きです。ここまでの調整などはいかがですか中3日だったんで、まあ軽くバンク入る程度で仕上げました。そして初日は風が強い中、先行争いもありました。誤着という結果にはご自身ではいかがでしょうそうですね、初日はもう風が強くて強くて、周回中からきつくて、 先行しても残れるかどうかと思ってたんですけど、五着なんでやった方かなと思います。そして決勝メンバー揃ってみて印象いかがでしょうか。決勝はもうまあ三分戦なんで、はいタイミングが合えば優勝も狙えるかなと思います。改めて決勝戦の戦い方を教えてください。決勝は、まあ、自分のタイミングで流れ見て。 優勝決められるようなところで仕掛けたいと思いますそれでは地元優勝へ向けてファンの皆様にメッセージをお願いします明日も優勝を目指して頑張るんで応援よろしくお願いします